サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。さて、どんな試合になるんでしょうか。注目のこの一戦、福西さん、会場はすでに興奮のるつぼと化しました。今日も激戦になりそうです。なかなか面白い顔合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。ガブリエル・アウチェ、これはミスでしょうか。ボールは外へ出ています。ロドリコ・デパウル、ジネディーヌ・ジダン、シアラーがボールに触ります。アラン・シアラー、タックルが決まってボールをダッシュしました。ハーランド、入れば1点リード。どこにボールを入れてくるでしょうか。デサイがクリア。アーリン・ブラウト・ハーランド、サポートの選手がいます。決まれば1点リード。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点もどのように狙うのでしょうか。ここは一旦クリアしました。ボールを前に運びます。カプテビラ、ここはシュートチャンス、決まった。チームはいい流れで試合を進め、ここでついに先制点を挙げました。ディフェンダーのプレッシャーをものともせず決めてきました。何人でマークすればこの選手を止められるんでしょうか。1点を追うレアルマドリードのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。ボールを持って上がります。おっと、インターセプトしました。バルベルデ、エドワルド・カマビンガ。アディショナルタイムは3分との表示。ハーランドへの高いパス、サネッティが落ち着いてクリア。ジダン、カマビンが打てるか。キーパーが飛びついて止める。シュートを許しません。このコーナーはキーパーが対処しました。前半が終了しました。ハーフタイムです。さあ、後半戦が始まりました。レアルマドリードが1点を追う展開。ここからの反撃が期待されます。さあ、シアラー、バルベルデ、同点に追いつけるか。レアルマドリードの同点ゴール。ゴールが生まれました。意外な展開となりましたね。ええ、完全に押し込まれていましたからね。少ないチャンスをものにしましたよ。ジネディーヌ・ジダン、これは読んでいたんでしょうか。レアル・マドリードのアドバンテージを見ています。先ほどのファールは流していましたが、このファールはフリーキックの判定です。ロドリコ・デパウル、カプテビア、これはパスカット。シアラーがボールを持った。グリーリッシュ、
1点リードにできるか。このプレーはオフサイドの判定です。出し手とのタイミングが合わず飛び出してしまったんでしょうか。ボールがラインを割りました。ゴールキックです。ベンチで動きがあったようです。マッシェラーノ、シアラーがボールを持った。相手に渡ります。試合終了まであと15分あります。ここで防げたのは大きいでしょう。危ない場面でした。ホームのサポーターの声がどんどん大きくなっているようです。時間が少なくなっていますが、勝ち越しゴールは生まれるでしょうか。体力的には一番厳しい時間ですが、この声を聞けば足も止まらないでしょう。期待したいですね。攻守の切り替えが大事です。これが最後の攻撃になるか。おっと、ここはオフサイドを取られます。選手を変えてきますね。おっと、いい位置でボールを取り返しました。チャンスになりそうです。ここで長いホイッスル。結局 CU は決裂。この試合はドローという結果に終わりました。